前髪かわいいね、ありがとう。なんかそんな何も考えずに来てたから、そんな褒められると思わなかった。お元気です。ご心配おかけしました。え、でも自分で切ったにしてはさ、ちょっと今巻いちゃってるけど、うまくない？そりゃさ、プロの目から見たらさ、ここはこうすればとか思うかもしれないけど、いいのでは？なんか前座の時に髪切ってもらう約束をしたんですけど、ちょっとその日まで待ってたら私の目が見えなくなってしまうって思って、とりあえずなんだろう、最悪整えられるレベルで、じゃあ自分が整えるレベルで切ろうと思って、最悪失敗してもお願いして直せるよぐらいにしようとしたらこうなっちゃった。まあ整ったからいいんだけど、まあまあ なんだろう、一目見てうわガッタガタじゃないから、まあ成功だよね、成功成功。いや、すきばさみじゃなくて普通のなんか使ってました。美容師さんがさ、後ろの髪切るとかの時に使ってる。すきばさみだと私はなんかすきばさみより絶対普通のやつの方が切りやすい。あ、じゃあなんか切りすぎてはないんだけど、この後整えてもらうことを考えたら切りすぎたなっていう。なんかリップいいね。え、いつもと変わんない使ってる。なんでだろう。発色が今日はいいのかな。ケネスさん、だるまありがとうございます。なんか前髪が伸びるのが早いのと、多分ね、私なんだろうね、おでこはもう別に広くもないし狭くもないと思うんですけど、広いのかな。いやでも広いって言われたことはない。狭いとも言われたことないけど、でも伸びるの早いんですよね。むんちゃん今日めっちゃ可愛いね。だってメイク変えた。絶対それじゃないけど変えた。ケネスさん、ハートありがとうございます。ホワイトボード白紙で出してないって。え、違うの、あれ別に私ね、泣こうと思って泣いたわけじゃないから、そう、それだけ勘違いしないで。私はできるだけあのもう見えない場所で泣こうとして、あの私から画面が見、なんかさ、よく言わない、集合写真の時とかさ、自分から見てカメラが見えてなかったらそれは映ってないんだよみたいな、その言葉を鵜呑みにしてやってたら普通に映ってたっぽくて、あ、やらかした。そう、そう、なんかもうなんだっけ、行人弁じゃなくてなんだっけ、忘れちゃったけど、そうね、そう、我慢はした、許して、もうダメだった。あ、別に許してとは思わないよ、反省はしてますって。そう、それその意が伝わればいいですかね、許されなくても。マトベイリンチンブロビッチさん、ダルマありがとうございます。普通のあの切る用のハサミ、髪の毛わかんない、どこのなんだろうね、でも多分プロとかが使ってるハサミだと思います。あのそこら辺に売ってるあの作業用のハサミじゃなくて。うるさい、うるさい、うるさい、お兄ちゃん、うるさい。ナイルさん、タコ、ありがとうございます。マスクない方が可愛い、だって。それはさ、あの、ここが腫れてたからさ、そうそう。しょうがない、しょうがない。だいぶ、マシになった。マシになったけど、なんかね、違和感が取れない。麻酔とかのじゃなくて。なんか、なくなったんだなって感じの。あれがある。あとこっちもやんなきゃなんで。画質良くなった。うん、気のせいだと思う。
んハートありがとうございます。エデンさんハート100個ありがとうございます。そうガンムリだ。なんかそうなんかどういう系が出るっていうのは分かってたんだけど、で私ブッシュの名前だけ言われたら多分無理だなって思ってたの。だから分かるやつはとことん覚えようと思ってやってたんだけどダメだった私これならいけるわっていうのがあって、そう、その時は私は門構えだけめっちゃ見てたのに出てきてくれなかった昇格したらのんちゃんに漢字ドリル送ります。送られてきてもやらないと思うので大丈夫です無駄になっちゃう。アーカイブ見なくていい、見ないで私は見ないアモーレさん、だるま、ありがとうございます。しまいちさん、ハート、ありがとうございます。一個も出てこなかったんだけど、いや、違うんだよ。私、別にそれで泣きたくなったわけじゃない。その前からなんかもう間違いすぎて。そう。なんだっけ、その前が二人で合わせるだっけ。そう、なんか、あの青春時代とか書けなかったの。なぜかというと、あの、そのまんま書いてあったから、確か問題に。青春じゃないんだ、じゃあなんだろうと思って楽しそうで草だってそうですね、楽しそうでよかった。いい件前じゃなくて私あのその前の公演の時切ってました。あの混合の時。としきさんだるまありがとうございます。しんしな羊さんだるまありがとうございます。マシンガンさんだるまありがとうございます。かしさんハートありがとうございます。親知らず抜いたから可愛くなったのか。でもスッキリはしたちょっとけどあんま関係ないと思うまだほっぺた腫れてるねだって。次そういうの言ったら私わかるや、わかるやオーダーに合うんだ嬉しい。そう、なんかねシンプルだけど結局こういうのが一番着やすいなって最近思った。合わせやすい。なんか黒白をこういうしましまとかは合わせやすい。なんかそれがさ紫とかになってきちゃうとちょっと私には難しい。のんちゃんバキハ可愛かった。でしょでしょ、あれさ伸びなかったからみんなお好みの写真じゃなかったかなって思ったけど、あとあの自分のスマホじゃないので撮ったのがある。マネージャーさんがそう画質の話してて、じゃあ次なんか撮るときは言って貸してあげるからって言われて iPhone 借りた。この前あの写真は違うけど。なのでお楽しみに。メールか Twitter で載せます。何回も見てたら俺も泣いちゃったなんで泣くの。釣られて。数学のテキストちょっといいかな解説付きなら頑張るよ。あの名前が読めない。なんて読むんだろう。翻訳できるかな。充電なかった。どうしよう。なんて読むんだろう。このお花の束をくれた韓国の方かな。わかんない。チャプター1って書いてある方。誰だろう。カムソハムニだー。しがきさん。だるまありがとうございます。当の本人はアーカイブ見たくない。めっちゃ見たくない。なんか最悪なことをしてしまった自覚もあるし、
自分が泣いてるの見ても楽しくないし、そうめっちゃまゆちゃんに負担かけたなっていう申し訳なさ、そうもうね本当に申し訳ない。テロリンさんハートありがとうございます。しおみさんドラマありがとうございます。テロリンさんじゃない嘘ジワニさんかわいいありがとうございます。一番やってはいけないミスをした罰ゲームバニーがねもうなんで罰ゲームしなきゃいけないの、なんでなんで、それなら自分でしてみそう自分でやるのが一番早いよ。カツンさんだるまありがとうございます。のんちゃん来週の土曜日の出張会だったから行くよ、お待ちしてます。そう私は無難な服が好き、別に冒険しようとも思わないから無難な服でいいと思ってますもぎえさんタコありがとうございます。ロリンさんだるまありがとうございます。あくれたくれてた出張公演、え初めて、嘘そんなことある、おめでとうえ初めて、そんなえいつから入会してた、そんなことある、しょうがない、俺も泣いたからさ、だって泣いちゃうよね、わかるそのコメント読まないでね、嫌なもんは嫌だって言った笑顔さんだるまありがとうございます。ニータさんだるまありがとうございます。何ヶ月ぶりに公園でなんちゃ見る、ほんと、じゃあ成長した姿を見せられるように頑張りますはいつもだけど見ててくださいファングフェス行くね、2階から応援する、何階まであるの、2階までファングフェスのセトリ結構いいと思ってる私、お楽しみに。波動ね、草木ノット、青空さんハートありがとうございます。久しぶり笑いって言って難しいね。しゅんぼさんタコありがとうございます。問題が意地悪だったもんね、いやなんかね、なんか問題がどうこうじゃなくて、なんか自分こんなできないんだっていう無力感、わかる分かってくれない、そうなんかあの漢字ができないからどうこうとかじゃなくて、なんか自分はこんなにできないんですっていうのを全国に放送されてると思った、はーと思ってそういやならやれよって話なんだけど、やってもそうあのね、そうこうなってしまうんです。だって運動が苦手な人だってさ、もうそれならそれだなっていうさ、なんだろう、もう受け入れる人も多いわけじゃん、それの勉強バージョンだと思ってのぞみちゃん私の姉に似てる泣き、ね、その泣きはどっちの泣きなの嬉しいなの、なんか泣かれちゃった、中地さんだるまありがとうございます。コアンデレスを、私別に顔見て笑ったわけじゃないよ、顔を見て笑ったわけじゃない、そんな失礼なことはしないそう受け取ったのかもしれないけど、私は顔を見て笑ったわけじゃない、あそこの席なんだっていうのとか、そういろいろあって笑った、
そんなね、人の顔見てハッて笑わないから。人の顔見て笑ってたらなかなか最低だよ。多分3ヶ月以上当たってる。ホテちゃんは先日3ヶ月ぶり。ああ、じゃあ会えてないか。何基準、何であったのかわかんないけど。しのさん、だるまありがとうございます。私ね、たまたまね、タイピングをあの日の前日に、なんか久しぶりにやりたいなと思ってやってたの。めっちゃ遅かった。なんか中学でタイピングのテストあったから、もう一回やりたいなと思ってやってたんだけど、私もともとそんなパソコンをいじらなかったから、タイピングめっちゃ遅いのだから、やっといてよかった。前日たまたまだったけど、だからまあタイピングは遅くなかったでしょ。全国じゃないよ、全世界だよ。いやまあそうだけどさ、まあそうだけど、キミバーガーは食べてないです。私あんまハンバーガー食べない。私が好きだったなんだっけ、あのあれあの名前忘れちゃった、お肉のやつがあったんだけど、あのソース変わっちゃったみたいで、そうあんま頼まなくなっちゃった。美味しいんだけど、そうなんか元があるとさ、なんかそっちが恋しくなっちゃうじゃん。受け入れるよ、だって。そう、受け入れてくれる人もいる分、あの受け入れてくれない方もいるので。そう、あんまなんだろう、いい思いはしないじゃん。そう、いい思いはしない。今度の室長公演初めて、外れちゃったの。外れちゃったの。キャン待ちでもなく外れ、焼けなってるより一生懸命の方が好きだよ、だって。嬉しい。そうだね、 I'm from Indonesia って言われちゃうぐらいだから全世界か。アレックスさん、タコありがとうございます。のんちゃんからレスもらうときに笑われたい、だって。ちょっと見つけやすい場所に行っていただけると。でもなんかもう、でもなんか自分推しの方はもちろんだけど、全然最近自分推しの人だけみたいな、そういうのやってない。なんか見てくれたらってやってる。しはみさん、だるまとペンライトありがとうございます。ローマ字打ち、そう、ローマ字打ち、ローマ字すら私は得意じゃなかった。なんか B と D のさ、小文字の向きあるじゃん、なんでこんな似たような形にするのとか、あと P と Q だっけ、そうあれも嫌いだった。なんか反対にしただけって一番ややこしいなっていう。B はあのさ、もう英語習いたて初期の時に英単語書かされるじゃん、それのベッドで覚えた。ベッドでこっちが B だからっつっていちいちやってた。で今はローマ字はできるはず。あ、そう、チキンフィレオだ、そうそうそう、チキンフィレオが私が初めてハマったハンバーガーだった。いつか忘れちゃったけど、読み仮名を打つやつめっちゃ優秀だった。でもね、あれリハの時ボロボロだった。みずみんが全部正解してくれて、私が全部のあの何メーターじゃなくて、あのなんか何回間違えていいですよのやつを全部使っちゃって。申し訳なかった。本当にハンバーグ好きなのか。一回嫌いになった。でも今は普通。嫌いでもない。
急に外れた、生きていけないだって大げさだな。しのさん、だるまありがとうございます。外れた方は DMM でぜひ見てください。あー、なんて読むんだこれは。黒魚に噂尊い、どっちだ。いや、両方違う。なんて読むんだろう。黒さん、ありがとうございます。だるま、なんて読むんだこれ。なんて読むんですか。こんばんは、初見ありがとうございます。いっぱい来てくれる。自分推し以外のファンにもレスくれるメンバーすごくいいな。なんかもう見てくれるだけで嬉しいなって思うから。そう、タンさん可愛い、ありがとうございます。しのさん、だるま、ありがとうございます。あ、そう、私カタカナも嫌いだった。うん、そう、うとかそとか、あとなんだ、なんかそういう系マジ嫌いだった。嫌いでしたね。うん、私が習得するのは毎回一歩遅いんですよね。ひにゃんね、何これ、ろうそく、ありがとうございます。ドボンはしないの。実はさっきした。でも何分までやるか分かんなかったから一人でやってた。なんか前通信が悪くて結局なんか15分以上やってたし、でなんかね、そう、作業しながらやってたから途切れ途切れで、なんか申し訳なかった。みずみんが泣き始めたらキラキラ笑い始めた。いや、なんかそう思わなかったから、そういう状況になると、なんか気づいたら泣いてたから、どうしたどうしたって思って。そう、なんかみずみんの方にさ、読み仮名の全部難しいの言ったよね。山田さん、だるま、ありがとうございます。 VR で熊のぬいぐるみの最後アピールしてます。マスか、黒マスさん、何だったっけ、だるまだった気がする。ありがとうございました。でも魚編だったから、そう、魚系なんだなっていうのは分かっただけ。成長だと思う。成長成長。なんか小学校のところに魚編の読み方クイズみたいなやつで、壁一面に魚編の漢字が貼ってあった。でもまあ私は興味がなかったので、暇つぶしでそこの廊下通るとき見るぐらいだった。さすがにワトレは間違いなかった。お寿司屋さんみたいですね。ああ、そういうこと？確かに。次の日もケロットロもバイシケロットなの。あ、でもまあ意外とすぐ持ち直しましたね。もうちょい時間かかるかと思ったけど意外と大丈夫だった。
く心配をおかけしました。なんかローマがさ、いつも偵察されてから後ろ燃やされたりさ、あの私のヒールを連れてかれちゃうから、あれバリア張るとかしてたのに、今日なんか何も予告がない状態でロード連れてかれてた。なんかしかもなんか連れてかれましたとかそういうメールもなくて、ロードが釈放されましただけ出てきて、えでもいつの間に連れてかれてたのと思って、知らぬ間に連れてかれてて、あの気づいたら帰ってきてた。あれあれと思って、そうでもさっきなんか偵察来られてたからバリア張ってきた。なんかさ、いつも狙ってくるあのギルドがさ、私の敷地の近くに一人いるんだけどさ、でもその人が 狙ってきてるわけじゃないの、その近くにいる一人が。そうだからなんでそこに置いたんだろうと思って、そこの近くに同じギルドの人がいるわけでもなく、なぜか一人だけ私のとこの近くにポツンっているの。何何と思って、だから皆さん、私あの取っといてって言ったけど、偵察来られたらバリア数時間でもいいので待っておくのがいいのかなと思います。あと今から入れても15にお城レベルできたら加算されるみたいなので、今からでも頑張りたいって方は一緒にお願いいたします。なんかそう、人数はだいぶ集まったんだけどまだ全然入れるので、ちょっと投稿固定消しちゃったんですけど、 X の投稿からリンクがあるのでそこからインストールしていただいて、ちょっとギルド加入までが大変なんですけど入っていただけたら嬉しいです。今んとこ勝ってんのかな、負けてんのかな、わかんないけど、もげんさん、くまのキューピットありがとうございます。嬉しい、いつもくまくれる。くま好きって言ってるからのかな、もしかして同じこのくま好き。大体シェルターか、あーね、そうもう読めない。しゃぶしゃぶ食べて、しゃぶしゃぶ食べてる時に燃やされてんの面白い。のんちゃんギルト燃やされすぎてて、私の後ろも燃やされる夢見てしまった。夢に出てくるの相当じゃん。なんかみずみんとここねちゃんの通知見せてもらって、同じギルドの同じ人か確認してたんですけど、みずみんのあれ確認できたのが1回だけなんだけど、1回だけ全く同じギルドで全く同じ人に狙われてて、同じ日に、何何って思って、そう全く同じ人に狙われてたの。今申請中ですって、お待ちしてます。レイレイさん、ハート100個ありがとうございます。ちょっと暑くなってきた。暑くなってきた。髪を押してるとき、こんばんは、こんばんは、名前戻した。そんなことはないね、うん、やめてやめてやめて、一回黙ろう一回黙ろう一回黙ろう。なんか楽しそうに笑うのはいいんだけどさ、恥ずかしい恥ずかしい。クーラーは、うん、つけてはいるんだけど、ちょっと空気は入ってきてないかな。
いない、ぶつけた。ジマニンさん、タコありがとうございます。前髪切るのうまいね、ありがとうございます。なんなんだよ、どうすりゃいいんだよって言ってる。全国に、全世界に笑ってる声が聞こえてもいいならいっぱい笑ってもらって別にね、笑うのはいいことですから。なんか癌細胞が減るみたいに言わないそう、なんか今日さ、喋りたいことが多すぎてさ、もうちょい整理してから来ればよかった。兄ちゃんにもローマバやってもらおう。実はねいたりするかもしれない。さあ、あとね、そう、話したいこと、話したいのを簡潔にまとめると、この前の意見はごめんなさいと、あ、ちゃんと話すよ。あとローマバ、一緒に頑張りましょうっていうのと、入ってくれたら嬉しいですって、まだ入ってない方、あとお話し会ありがとうございますっていうのを話したいんだけど、今話してないのはお話し会だから、お話し会を話そうかな。そう、なんかさ、いつだったっけ、申し込み最初が忘れちゃったけど、そう、なんかさ、最初に2日に絞ったじゃん。2日に絞ってなかなか出なかったから、残りわずかまでもう少しが、そう、だからどうしようと思って、じゃあおすすめを減らそうと思って、せっかく皆さんがわざわざちゃんと2つのやつ書いてくださってたんですけど、とりあえず自分の口からは一つにしようと思って、一つにしたら無事完売したということで、10月14日の3部ありがとうございます。あれ、たまたまだったっけ、なんか 3部だったらみんな起きれるよねみたいなあれで決めたけど、確かサイン会だったと思うので、当たる方もいっぱいいるかなと思います。ありがとうございます。なんかさ、今回私結構弱気だったので、なんか、なんだろう、残りわずかまでいったら、なんだろう、上敵なのかなって思ってたから、まさか完売すると思ってなくて、すごい嬉しかったですそう、なんかもう一つの完売がね、私の100分の何、もう何、10割型の幸せみたいなそう、なんか、なんだろう、最初があんまりだったから、初めてのお話し会ぐらいの時が、そう、だからなおさらなんかあんま途切れない時間があるっていうのが最近嬉しいなって思ってたんですけど、だってオンラインの完売なんて言ったらもうほぼ途切れないじゃん確定で、だから嬉しいです。お支払いだけ忘れないでいただけたら嬉しいです。ちょっとね、生々しい話ですけど、お支払いに関してはそう、みんなの努力が、そう、私の幸せにつながったのでありがとうございます。引き続き頑張っていこうって言いたいところだけど、もう十分頑張ったと思うので、無理のない方はオンラインじゃない、現地の初日の6部だったかな、もう会いに来てくれたら嬉しいです。でも多分オンラインの方が来やすいよね、現地行かなくていいし、会えないっていうデメリットはあるけど、時間と場所的にはいいのではじゃあ日行くのでよろしくお願いします。名前牛乳イエイなの待って、それここでじゃんのか。じゃあ教えてください、多分言ってくれれば分かる気がする名前。
最後に完売出たからのんちゃん的に完売の文字は見れてないけど完売してるの間違いない。どこで見るので、それがわからないんだよね。そう、なんかファンの人がなんか完売したよとかなんか教えてくれて、それで知るから。あとマネージャーさんが送ってくれて、そう、私ツイートした後にマネージャーさんから送られてるの見て、あ、やばい、一番書かなきゃいけない、残りわずかまでもう少し書けてないと思って書き足して、それでそう残りわずかになるかなって思ってたら完売だったから、おーってなってた。そう、本当に多分ね、一人一人が多分負担が大きかったと思うんですけど、ありがとうございます、幸せになりました。増やしました、褒めてください。え、褒めてください、ありがとうございます。どう言ったらいいんだろう、難しいな。夏休みのバイト代すべてのんちゃんです。え、待って、本当に全部使った、本当に全部使った、ごめんね、ありがとう。申し訳ない。じゃあ夏休みの思い出に勝つぐらい、勝るぐらいいっぱい話しましょう。そんなに買ってくれたの、ごめんね、ありがとう。次はどこの部、どこだっけ、雪崩が起きそうで怖い。ね、10月28日の6部余裕のある方はお願いいたします。多分みんなないと思うけど、もうね、いっぱい頑張ってくれたから、まあ、もうなんだ、1回目話した時にはもう応募は終わってんのかな。まだできたら、まあ、話してみて楽しかったよ、劇場で会ってみて気になったよって方は10月28日の6部に来ていただけたら嬉しいです。6部なら来やすいんじゃないかな、逆来づらい、何部が来やすいんだろう、何部が行きやすいの、現地だと。11月以降は今ちょっと考えてます、どうしようかなって。なので少々お待ちください、また決まったら、なんとなくプランが決まったらお話しします。よしふみさん、小判ありがとうございます。よくやった、がいかと、よくやった。販売したからみんなでなっちゃんの宿題をやってあげようだって。大丈夫。いや、まだいけるだって。もう自分に使ってあげて。嬉しいけどね、もちろん。そう。大丈夫、毎日生活にならない、ちゃんと栄養のあるご飯と、ね、安定した生活ができる程度でいいんだよ。もうそれだけ本当に心配、余計なお世話だろうけど、ダメだよみんな、もやし生活になっちゃう。もやしもね、いいんだけどさ。リッキーさん、かわいい、ありがとうございます。一部じゃなければいい、そういう人がそういっぱいいると思ったから、私はオンラインで一部を進めることはないかと思います。土曜日の6部行きやすい、じゃあお待ちしてます。10月18日かな、18だったら、そあれだもんね、そう、28お待ちしてます。6部野菜生活、会社に行って給料の前借りしたい。本当にもらえる頃にはまた前借りって言いそう。のんちゃんのためならもやし生活でもいいよね。お宅の食生活心配してくれるのんちゃん天使だって。させてしまってるのは私なので。でも本当にそう、
本当に何だろう、完売したらもう今回、違う、なんだ、今回完売はちょっと厳しいかなって思ってたから、そう、なんかオンラインだったとしてもなんかだいぶあれだったじゃん、そう、前よりもいろいろあったからいろいろっつってもあれだけど、そう、部数が増えたとかさ、いろいろ、なんだろう、良くも悪くもあったので、そう、なんかよ、なんだろう、前はさ、なんかのんちゃんの浴衣が見たいから無理やりこの時間にギリギリ合わせましたみたいな、なんかそういうあれもないわけじゃん、時間に余裕がちょっとできたから部数が増えて、そう、だからまあその人は嫌かもしれないけど無理やり来ますみたいなのもあれやりづらくなるから、そう、めっちゃ心配だったんですけど、よかったもう嬉しい、私はありがとうございます。昨日のゲーム、昨日、あ、ローモバやってますよ、今日もやってました。完売させるから結婚して考えときますその時にはみんなもうなんかここすっきりしててさ、もうお腹の幅こんなになってたらさすがにね、ちょっとお肉食べなって言うよのんちゃん尊い、ありがとう。あとギルドがさ、そう、なんかなんだ、パワーはまあまあいいとして良くないけど、人数的な限界もあるので、そう、一人が頑張ってもまだ入ってないよって方はちょっとお手数かかるんですけど、ギルドを加入していただけたら嬉しいです、お願いします。お友達や家族も誘ってお願いします。勉強できないんだが助けて、大丈夫、私もできない、助けらんないわ、ちょっと教えられない冗談抜きで私に聞いちゃダメだよ。紳士な羊さん、ハートありがとうございます。のんちゃんのために痩せれそう、健康的な痩せ方してね、痩せるとしても目標めっちゃ達成してて偉い、私が偉いわけじゃないけどそう、でも14歳の時に、いや、あの時はもう15歳か、そう、生誕の時のね、目標は達成できたので、なんだろう、前ほど切ない話じゃなくなるかなって思いますそう、なんかね、悲しい子みたいな言い方になってたからね、前の生誕の時、言い方悪くなっちゃうとそう、なんか良かったよって言ってくれたけど、後から思えばなんかすごい悲しい子みたいななっちゃって、そう、なんか難しいなって思ったスピーチってもスピーチじゃないけど難しくない？1年を振り返りましょうって。私はなんちゃんにお肉食べてほしいよ。食べてるよ、私めっちゃ食べてるよ。なんなら昨日ラーメン食べた10月28ハロウィン近いけど、こっち側も仮装 OK ですか？あ、私も仮装しますよ。あの、全部10月28日はあのオンラインで幼稚園児やってたんですけど、それを私が現地でもやりたいなということで、現地で幼稚園児やります。イエーイ。なので一緒に仮装しましょう。めっちゃ怖いのじゃなければ友達も家族もいないのでごめんなさい。だっているよ、大丈夫なんちゃんのファン、スタイルいい説がある。スタイルいいとかの次元じゃなくなっちゃうのよ。確かにお城レベル、お城レベルが20いくと、あのイベント限定のクリアカードがもらえるらしくて、そう、全員もらえるみたいなので、ちょっと20行くの大変なんですけど、欲しいよって方は一緒に頑張りましょう
次の生誕祭でもスピーチに期待していいですかね。わかんない生誕コメント泣いてない、涙が出たら泣いた、あれは泣く前の声なだけだから泣いてはない。そう、涙が出たら私も認める。だって前の意見は泣いた、認める、認めるよ。でもあの時は私涙は流してない、だから泣いてない。私の泣くの定義とは外れてるから泣いてない何肉が好き？私やばい、怒られる？鶏肉が好き鶏肉が好きです。もも肉とかが好き。なんか一時期中2の時か中3、中2か、中2の時になんかお肉買ってきてもらって、味付いてないやつ、なんかできるだけ朝もパンだけとかじゃなくていろいろ食べたいなと思って一時期頑張って、あの夜に、前日、その前日の夜にお味噌汁作って、スクランブルエッグ作って、お肉はその日の朝かな、焼いて塩コショウ振ってみたいな生活してました。野菜はトマトがあればトマト添えてた そういう時期もありました。私お味噌汁好きなんだよね。次のスピーチは嬉しい子になりましょう。そうね、なりたい みんな園児、みんな園児じゃなくていいけど、自分も男の子の園児服買ってる。あ、青色のやつお待ちしてます色違いじゃん。室長公演限定公演、あ、翌日、記念だ パッとしないおじさんの仮装で行く、だってなんかいつも自虐がすごいよそんなことないよ、パッとしなくないよめっちゃ怖いな、なんちゃんの前までたどり着けなさそう。え、逆じゃない、私もなんかその、なんだろう、目的の場所まで行けたらいいけど、それまでが恥ずかしいなとかなっちゃう。生誕はこっちがないとだって泣かせたえ、でも私泣いてるの気づかなかったんだよね。なんかみんなすごい話聞いてくれるなって思いながら見てた泣いてたの知らなかった。鶏肉料理、あれは鶏肉だよね。そう、なんか鶏肉、ももかな、胸かな、忘れたけど、をなんか味噌とかいろいろ、醤油とか、醤油入ってるかな、そう、混ぜてアルミホイルで包んで焼くやつで、チーズ入れるんだけど、あれが美味しい。説明が下手くそすぎるでも最近はあんま料理しなくなったホットケーキ作るぐらい、ちゃんとしたやつは、ちゃんとしてんのかがあるんだけど、でもフライパンとボウルとお玉を使ってるからヘラともう料理だと思う。まあラーメンは料理じゃないと思ってるフライパン使うけど、だってお湯入れて沸騰させてインスタント入れて火薬入れたりするだけじゃん。だからあれは料理じゃないと思ってるけど、そう、まあホットケーキは料理でいいんじゃない、まあまあ手間かかるし。何のお面かぶっていく、なんかその状態で握手すんのさ気まずい気まずい。私が入れるお味噌汁は豆腐とわかめ基本。でも最近わかめしか入れないあと油揚げも好きだし、ネギも好き、なめこも好きです。なめこはでも
あのトロトロ感があの汁にまで移っちゃうから、それはあんま好きじゃない。なめこは美味しいんだけど。もんちゃん DD 許せますか？許せるけど、自分の序列が下だったら許さない。豚汁はあの冬に食べたい。クレープ再挑戦は今んとこしてないです。市販の買っちゃった。なんかこの前なんか食べてみたいな、次見かけたら食べようって思ってたクレープ屋さんがあったんですけど、もう何ヶ月も前の話で全然会えなくて、あ、もう来ないのかなって思いながら、もう同じ道を通り過ぎてたの、いつも。そしたらちょっと前に行って、その次会えたら食べようって思ってたクレープ屋さんがあって、その車でさ、あの売ってるやつあるじゃん、あれだってキッチンカー、そうキッチンカーだったから、いろんなとこ行ってるみたいで、そう、それで、あ、いる、今しかないと思ってこの前食べた夜に。めっちゃ美味しかった。もう形も綺麗だし、あとなんかさ、自分たちで作るとさ、あれなんだよね、なんか形を整えるの難しいじゃん。私はあれ作ってないけど、なんかお母さんに生地は作ってもらって、最初はなんかすごかったんですけど、後半ちゃんと丸くて綺麗なパリパリのやつができて、そう、すごかった。ホットケーキと言ってくれて嬉しいね、パンケーキと言わずに。いやいや、なんかちょっとした誤差だけどね。パンケーキよりホットケーキって言ってたことの方が多いから、あんま言わないかも。パンケーキはわかめの、そう、わかめ、わかめ好きなの、私わかめ大好き。わかめがとてもとても好きで大好き。なんちゃんは意外と DD に厳しいよ、経験者。え、嘘、厳しく言った。なんちゃん不動の1位だからセーフなら許す。料理難しいから続けないとダメじゃない？でも私が作れないのはお菓子系で、料理、あのご飯系は大丈夫なので、レシピ見れば大丈夫だと。相当なんか難しいのじゃなければ、パンを作りましょうとかなんかそういうのは無理だけど。そう、まあパンも、まあ、お菓子とかそっち系の部類か。あの料理は最悪さ、大まかにやってさ、味付けよしならそれでいいじゃん。でもお菓子ってさ、調味料少しでもミスったり、やり方をミスると全部台無しになるじゃん。だから私はクッキーしか作れないけど、あとなんだっけ、生チョコも作ってたし、あとあの歯が砕けそうなくらい硬いチョコも作ってたんですけど、なんか本当に簡単なやつしか作れない。マカロン作ろうと思ったら亀裂入りまくりで失敗したし、コップで作るフォンダンショコラを電子レンジの時間間違えてダークマター作ったし、そう、いろいろやらかしてます。だから家庭科の時に、中学だったから小学校だったかな、めっちゃいじられてた。大丈夫大丈夫っつってめっちゃいじられてました。キッチンカー出てきたの偉いだって。そう、偉いでしょ。なんかそう、キッチンカーの続きなんだけど、なんか私別に大きさとかはそんな気にしてなかったの、もうただクレープが食べたくて買ったから。そうだから私クレープが普通何円なのかとかもわからないけど、とりあえず食べたいのを選んで作ってもらってた。そしたらなんか
生地がめっちゃもう見るからにパリパリで、あとなんかすごいクリームも入れてくれて、あのいちごのやつ選んだんだけど、いちごがねもう一つこんなみたいなこんぐらいの大きさのがポンポンポンって入ってて、え、おっきいって思ってたら、今おっきいって思ったでしょうってその店員さんに言われて、でそんなわかりやすい反応してたのかなその子、あ、すごいイチゴ大きいと思って、なんか小さいのがいっぱいでも嬉しいけどさ、大きいやつだとなんかさ幸福感があるじゃんそうめっちゃ大きくて、えーって思いながら見てたら、そうバレちゃった、そう思ってたのなんちゃんが料理上手っていうか、ただ焼いて簡単な調味料パッパッパってやって、お皿洗いは母親に任せてるので、ちょっとあれかもでもこの前久しぶりにちゃんとあのお皿洗いまでやった。なんか一回やっちゃえばさやる気になるんだけどさ、やるまでが大変だよね、お風呂と一緒。そう、お菓子はね難しいよ。クッキーが作れたら十分よ。でも前までできなかった、あの普通のあの何ワットで何分の方にしちゃって、あの何あのでクッキー作るときってさいろいろ設定しなきゃじゃん。それの何忘れたんだったかな、忘れちゃって、そうなんかカッチコチのクッキーできちゃって、いや美味しいんだけど、美味しいし別にあの歯が割れそうなほどでもないんだけど、なんかクッキーにしては硬いな、なんか密度が高いなみたいなのができちゃって、そう中の失敗の理由がこの前判明したから、もうちゃんと作れるはず。ダークマターの作り方は電子レンジの時間を間違えるだけですお父さんに見せたらダークマターって言われたもう黒い煙が出てきてた、結構ひどい。そう、サバちゃん結婚してありがとうございます。ダークマター作れる、あ、そう、あと私あれも作れました、マシュマロをさバーベキュー中さ焼くじゃん、あれを家でやってたの、あんま良くないけどあのガスコンロのあれでやってたの。でさ、マシュマロって空気が多いからなんか火が燃え移りやすいんだっけ、なんかそんな感じのこと言うじゃん。で火が燃え移っちゃったの、あやばいと思ってふーって やるよりもこうやった方がさ勢いもあるし消しやすいじゃん。だからこうやってやってたらポーンって飛んでっちゃって、そのままガスコンロのとこに落ちてってプシュなんかそう火がついたままあのそのガスコンロのところにポトって落ちてって、火がない場所にメテオって名前がつきました、そのマシュマロにで母親からは黒魔導士と言われました。お菓子の黒魔導士です。だからちょっとねお菓子は私はダメなんだと思う。のんちゃん同級生に基本めっちゃいじられ、いやいじるしいじられてる、そういじり合いです。なんかなんだろう、クラスでおっとりした子もすごい仲良くしてたんですけど、結構なんだろうウェイウェイ系の方も多かったのでそうめっちゃ元気だなっていうタイプのお友達が多かったので、めっちゃいじるしいじられるしみたいな関係でしたね。いや私でもそんなねうわ大きいとか言ってないし、目も見開いてなかったはずなんだけど
なんでなんだろうね。なんかなんでバレたんだろう。自信があったのかな。食洗機買ったおじさんは結婚遠ざかりました。え、でも楽じゃん。でもどっち、なんだろう、なんか油とかってちゃんと落ちるの？ある程度洗ってから入れるの？食洗機の使い方がね、あまり分かっていない。中西さん、ドラム100個ありがとうございます。密度の高いクッキー好きだ、だって。ウェイシュギーさん、こんばんは。初見ありがとうございます。電子レンジでそう作れるんですよ。そう、火事にならなくてよかった。サムギョプサル、でサムギョプサルを食べたことないかもしれない。でも美味しそうだよね。感想教えてね。レンジでアルミホイルは使ってない。なかなかそう、わんぱくなのお菓子になっちゃうと。そう、掃除大変だったぞ。この掃除が大変だった。本気で大変だった。もうこびりついやって危なかった。ファイナルファンタジー、ファイナル、いや違います。黒いのは腹だけじゃなかったか。服も髪も目も黒かったです。多分おでこに書いてあった。そういうこと？ツイッターは何で検索するの？あ、私のを見たければ畠山のぞみで漢字で調べたら出てくると思います。はるきさん、かわいい、ありがとうございます。かわいいって。油もちゃんと落ちるんだ、すごくない？結構。ふしふみさん、ペライトありがとうございます。のんちゃんかわいいよ、ありがとう。何話そう。何話そう。何あったかな最近。なんちゃん、金属をレンジに入れちゃった。ちっちゃい時に1回だけあります。でもすぐ気づいて大丈夫でした。なんかレトルトのカレーあるじゃん、あれをまんま入れちゃって、あ、やばいやばいってなって。すぐだった。今日のメイクのポイントは、ポイント、濃すぎない。あ、そう、ガルビーも、あと私が見たとこあったので、まだフラッシュスペシャルの9月号かな、9月号売ってると思うので、私たちいるのでぜひ見てみてください。ガルビーしかも表紙にいたし、結構大きく取り上げていただいてます。ページ数もあるので、ページ数、そう、なんかでも結構大きく写真載せてくださって嬉しかった。
人どの辺どの辺どの辺だろう。なんか極端なんだよね。まあできるなら真ん中だけど。でも両方行く、あの劇場公演みたいな感じ。前半はめっちゃ上手にいるけど後半は下手みたいな、なんかそういう感じだったから何とも言えない。なんか昨日までさ、ここの人差し指に深爪があったの。それでずっと痛いなって思ってたんだけど、こうやって取れろ取れろってやってて、今日の朝めっちゃ頑張って取った。無事。痛かった。ありがとう。折橋より番号があった。折橋も結構いい場所じゃなかった？ささくれ？深爪じゃないよね。ささくれですね。深爪は切りすぎなあれだわ深爪も今はしてないけどいつもしちゃう。なんか白いとこが多くてさ、深爪しちゃうんだよね。間違えちゃったってへそう、なんか今日ね正しいのが出てこない。もうねキッチンカーが出てきただけで上出来だと思う。ささくれでやさぐれるなんちゃんだって。深爪取れたと思って心配で泣きそう。そう、ささくれ全然意味が違うね。確かに確かに全然意味が違う。危ないね。確かに意味が違うわ無事です。2回完売だから当たってよかった。あ、そうなの？すごっったささくれはゴミ箱にポイした。テヘペロ、テヘペロとは言ってないからやだテヘペロってね。深爪取れたら確かに怖いわ。何言ってんの？怖った怖った。危ない。倒すとこだった。別に倒しても困るもんはないけど、めっちゃ早かった。したのこの前5時間ぐらいかかった。あのもう部屋全部掃除したから、あの引き出し含めめっちゃ時間かかった。今日ののんちゃん家族ご飯、あ、今日ののんちゃん家晩ご飯クイズ。なんだと思う？ローモバで送るね。また今日の夜ご飯は、あ、私知ってるわ。知ってるけど言わないでいこう。なんでしょう？ローモバで正解送ります。なんだ。のんちゃんのお部屋ツアーの開催予定はないです。やらないと思います。ゴーヤチャンプルにしてください。だって絶対やだ。ハンバーグ、いやーゴーヤチャンプルちょっときつい焼肉かな、生姜焼き、なんだろうな主婦の気まぐれさで我が家シェフいたの。モバメじゃなくてローモバ、ローモバ、ローモバに送る。ローモバだとねあれなのよ、
会話ができるのよ。ひき肉でーす、だって。まあ、おにぎりだって。用事言われたので退出するね。バイバイ。のんちゃん、正解があったら顔に出そうだな。出ると思うけど、今んとこないから、そう。顔に出るもないんだよ。チキン南蛮、カレー、違うんだよな。食べたいのでも。ミートソースいて違う。意外と出てこないもん。麻婆豆腐違う。白燃やされるけど入っててよかった。皮肉入ってんな。皮肉入りだ。ラーメン、シチュー、たこ焼き、うまい棒違います。お鍋でもうどん、そば、そうめん違う。ローマ版になんちゃん降臨するとめっちゃ嬉しい。え、ほんと？そう、でもできるだけこう降臨じゃないけどしてる。できるだけなんか会話じゃないけどしたいなって思って。あんまないじゃん、だってメール系でさ、やりとりができるのって。なんか返事してくれたらあれだけど、あのモバメとか、そう、まあ会話、そのなんだろう、 LINE みたいなさ、あれじゃないじゃん。だから嬉しいです。チャーハン、月見バーガー、海鮮チヂミ違いますね。ローマ場でね、式ってどうやってあげるの？私それが気になってさ、式ってどうやってあげるの？そう、チキンナンバー好き。でも最近はご飯系じゃないけどお団子が好き。いや、お団子は前から好きだけど。ウニ丼違う。流しそうめん、アジフライ、野菜炒め、焼きそば、サンマ違う。雪見大福も違う。ヘルプさしてしてされるだけでもやる気ある。私一回めっちゃヘルプしてた今日。なんかすぐ上がるやつだったからやっちゃおうと思って、めっちゃヘルプ祭りしてた。水面ギルドにいるのに、のんちゃん覗きに行って攻めちゃいそうに危なかった。そう、私も自分のギルド入ってくれてるのに、なんか危ないあれになっちゃって、そう、危なって思って。その人がバリア張ってたから大丈夫だったんだけど、危なかった。なんかボタンポチポチしてて、偵察の方だったかな。そう、なんか何を見るのと思って、なんかその人のなんだろう、お城レベル以外のも見れるのかと思って偵察を押そうとしたら、そう、なんかできませんみたいななって、はやっちゃダメなやつだ、危なと思って。危なかった。その人がバリア張っててくれてよかった。ネギトロ丼、え、好きですよ。お寿司でもない、コロッケでも。ヘルプ巻き違う、ヘルプ祭り。お寿司と私どっちが好きなの？お寿司かな。なんちゃん、ヘルプちゃんと待ってる？待ってるよ。なんか今日ヘルプしたやつが一気に17分とかなんか20分とかそのぐらいのやつだったから、あのすぐにさ、あの無料でできるのも数人がヘルプしてくれれば、それで、そうヘルプ祭りやってた。そうだから、そう、なんかあんま時間かからないやつやって、そしたらもらえるじゃん、いろいろ。それである程度もらってから、あのあげなきゃいけないやつをあげてました。だから大丈夫です。
波動強いよね。わかんない。でもあの時はあのいい感じに上がったから、不死化ってやつが、そうあのパラメーターがそう上がったから。ローモバは加入までが難しいんですけど、入っちゃえばもう私たちもなんとなくやらなきゃいけないことはわかるので説明できるかなと思います。今からでも入れます。でもお城レベルが15にならないと加算されないみたいで、それでもあのお城レベル20になったらあのクリアカードがもらえるみたいなので、このイベント限定の、今からでも頑張れるっていう方は、あ、まあ、頑張れなくてもなんだろう、同じゲームやりたいなって方もぜひ、ちょっと加入までが本当に大変なんですけど、ギルドのX のところにリンクがあるので投稿ちょっと前になっちゃうんですけど来ていただけたら嬉しいです。そう、なんかちゃんとなんだろう、ローモバの運営さんと私たちが投稿するときに貼ってたリンクからインストールしないとギルドに加入できないみたいなので、そこだけお願いします。長谷さん、だるまありがとうございます。りんちゃん、おしさん、タコありがとうございます。後から入った人でも確かに欲しいよね。高校一番のモテ女子、そう、でもなんか仲良くしてくれてる子がなんかすごい可愛い可愛い言ってくれるそう、でもなんか何て返したらいいか分からなくて、ありがとう、嬉しいしか言ってないなんか言い慣れてるやつみたいな返事しかできなくて、なんか感じ悪くなってないといいなっていうのを願ってるそう、なんか何て返したらいいんだろうと思って、ルンルンさん、だるまありがとうございます。のちゃん髪綺麗だよね。でもなんか前のめっちゃ長かった時よりはちょっと気にするようになった。あとこれめっちゃいいよ、これなんだっけ、アトメージュだっけ、めっちゃいいよ。X、 そうね、今ピン止め全部外したから後でしときます。白レベル20まで生きる気がしないけど、まあ無理のない程度で一緒に頑張りましょう。可愛いって言われたら、うん知ってる、嫌だよ絶対、絶対言わないなんか中学の友達とあのサンリオ遊びに行ったの。その時にその子と話してたんだけど、中学はすごい甘やかしてもらったよねっていう、私がなんかすごいさ、なんだろう、甘やかすって言ってもなんかなんだろう、畠山さんがやったからこれはいいとかなんかそういうのじゃなくて、あと別に先生にあれとかでもなかったし、なんか同級生のその同じ学年の同じ年齢の子たちにそうなんかすごい甘やかしてもらったなっていうそう、なんかねすごい思ったもげーさん、くまありがとうございます。あとそのメールで話したあの松葉のところでもそう言っていただけて嬉しかったなんかアイドルやってそうですねって言われてそうでも言えなかったから、え嬉しいですしか言わなかった。やってますって思ったその友達にも言われたんですよね、アイドルとかモデルやってそうって。でもねちょっとなんかうんってなったなんか、いや別に
と思うんだけどさ、なんだろう、知らない状態でも仲良くしてくれてるからいいんだけど、なんだろう、普通の高校生でありたいなっていう、知らないならそうだから言わないでいる。そう、私すごい同級生に可愛がられて育ちました自分で言うのもあれだけど、本当に可愛がってもらった、もらいましたなんだろう、褒め上手な子が多かったのかな。そう、すごい頭がいい子が多かったからなのか、いろいろ上手だったんですよ、頭を使うのがみんな。そう、褒めるときは褒めちぎるし、やるときはやるし、ふざけるときはめっちゃふざけるしみたいな、結構なんか何でもできちゃうぜじゃないけど、そんな感じの人が多かったですね。実は気づいてる説、そう思って、そう、私があの告白するのを待っているのか、言ってくれるかなって、自分からそうなのか、もう本当にそう思って言っているのかが分からなくて、私実際友達にその告白待ちの子がいたんですよ、その私アイドルやってるんだっていうのを。そう、でも言わなかったから言ってよってすごい言われました。ゆたさん、ハットありがとうございます。そう、褒め上手な方がっていうか子がたくさんいました。そう、なんだろう、知らないなら、まあ、そのままでいいかなって思ってる。ねじさん、ハートありがとうございます。え、いっぱいくれてる、ありがとうございます。でもなんか大体中学の時、あのお披露目の時は、あの後から聞いた話だと LINE ニュースで知ったらしいLINE ニュースで知ったんだって、みんな。なんかのぞみみたいな子がいるなって思って見たら私だったっていうパターンだったらしい、ほぼみんな面白いよね、ちゃんとさ見つけた理由まで教えてくれるのこんばんは。30分になったらやめます、みたいな子がいる。だってさ、いるなんて思わないじゃんなんか将来の夢聞かれてもあんま決まってないってずっと言ってたなんかアイドルって自信を持ってあんま言ってなかった立派な仕事なんだけど、なんかいざさ言ってさ、なんかなんだろう、なんかあっても嫌じゃんそうだから言わなかった。多分それがさ、また違った職業なら言ってたんだろうけど。ゆさん、ハート100個ありがとうございます。似てるなみたいな、そう似てるなみたいな感じだったらしいご本人でした。話もしてなかったですね。なんか別に言われても困るやん受かるかもわからないし、そのうち忙しくなってどうしてもバレてくるよ。まあ、そんな日が来たら嬉しいですねなんかそれでバレたりしたらもう別に見つけてくれてありがとうって感じデジさん、ハートいっぱいありがとうございます。
てってれー、そう、てってれーだからそう、なんかね、そういうのも楽しみつつって感じ。あとね、テスト大丈夫でした。ちょっと後期がやばいけど大丈夫でした。一応今んとこ追試じゃなかった、セーフのんちゃんの同級生になりたかった。でも、で最近なんか早く大人になりたいなとも思えば、子供の時間って限られてるから子供のままでもいいかもなって思う。何より朗報だってなんとか大丈夫でした。カンニングしてないです。一番点数はまだ見れてないんですけど、とりあえずあの追試かどうかだけの報告は免れましたよかった。もうね、あんまりさあれだったから、もうこれで私は追試だったらもうこの後の人生はちょっと真っ暗だなって思ってたけど、大丈夫でした。すっかり大人になりました。だって、まだ年齢は子供だからさ。でものんちゃんだいぶ大人になるまで大人になっても変わんないと思う。お姉さんなんて美しいポーズでしょうって。私なんかポーズしてたポーズしてた。学校はそんな泣いてないですのんちゃんが高校卒業したり二十歳になったら泣いちゃう。だって、でもなんか想像できない。高校卒業はなんとなく想像できるんだけど、二十歳がなんか想像できない。でもなんか年齢重ねてて思うのは、多分二十歳になったところで今二十歳の人を見て思う貫禄はあまり感じないんだろうなって自分には。小学校1年生の時に小6を見た、小6のあ見た時にさ、わめっちゃ大人って思うけど、いざ自分が小6になったらさ、あ全然子供だわってなるじゃん。そんな感じなんだろうなって思ってる。年齢でなんだろう、あーとはなるんだろうけど。っていう話を誰だったかな、誰かとしてたんだよ。誰だっけ、忘れちゃった。30分になった。終わるよ。なんかそう、そんなことないか、なんでもないですではランキング読んできます。13位天野さん、天野さんありがとうございます。12位がケネスさん、ケネスさんありがとうございます。11位がエデンさん、エデンさんありがとうございます。10位が中地さん、中地さんありがとうございます。9位は紳士な羊さん、紳士な羊さんありがとうございます。8位がレイレイさん、レイレイさんありがとうございます。7位がジンワニさん、ジンワニさんありがとうございます。6位がデジさん、デジさんありがとうございます。5位がリカさん、リカさんありがとうございます。4位がユさん、ユさんありがとうございます。3位がジロリンさん、ジロリンさんありがとうございます。
2位がサブちゃん、サブちゃんありがとうございます。そして1位がもぎえさん、もぎえさんありがとうございます。ありがとう、楽しかったです。ありがとう、こちらこそありがとうございました。というわけでハンバーグやって終わりたいと思います。ハンバーグって言ったらコメント欄で大好きってやってください。いきまーす。ハンバーグー大好きー。はい、ありがとうございました。フェスね、そう、フェスと公演も今週うん、あるので、ぜひ、いっぱい会いに来てください。あと、お話し会完売ありがとうございました。バイバーイ。ヒロモバもまだ一緒にやりたいって方は、ギルド加入してほしいな。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。